どうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの武見でございます。今回は遺伝子組み換え食品の恐怖と題しまして、科学的に遺伝子組み換え食品の何がやばいのかということについて解説していきたいと思います。それでは早速本日のお品書きは次の通りです。1限で遺伝子組み換え食品の恐怖について、2限で偽装される食品表示について、3限で遺伝子組み換え食品を避ける方法について解説していきたいと思います。それでは早速1限の遺伝子組み換え食品の恐怖について解説をスタートしていきましょうか。さて皆さんは遺伝子組み換え食品や遺伝子組み換え作物といったものを聞いたことはあるかと思うんです。しかしこれらが一体何なのか、そして私たちにどのような影響を及ぼすのかをちゃんと知っているでしょうか。遺伝子組み換えとは、作物などに対し他の生物の細胞から抽出した遺伝子を組み換え、新たな性質を持たせる手法のことを言うんです。抽出した遺伝子が持つ害虫に強い性質や栄養素を上げる効果、除草剤に強い性質などを作物の新たな特性として加えるわけなんですよ。例えばですね、害虫に強い作物が生産可能となれば、農薬の散布など害虫駆除に関する作業を減らすことが可能になりますよね。また除草剤に強い作物を作って、除草剤とセットで栽培することで収穫を増やすといった組み合わせも考えられるでしょう。作物の生産量が増加することで食料問題の改善にも寄与するということが期待されているんです。このようなメリットから、おお、遺伝子組み換え作物はええやんけということで、世界の遺伝子組み換え作物はなんと15年で10倍に激増しております。世界で遺伝子組み換え作物の作付けが始まったのは1996年のことでございます。当時の作付け面積はたったの170万ヘクタールでした。それが2009年には1億3400万ヘクタールへと爆発的に増えているんです。なんとわずか13年で約80倍になっております。その広さは日本の耕地面積の29倍、勢いは今もとどまる気配すらありません。すでに世界全体の作物に占める遺伝子組み換えの占有率は、大豆が 77%、 トウモロコシが 26%、 綿実が 49%、 菜種が 21% となっております。さらに遺伝子組み換え大国のアメリカに限れば、なんと大豆の 93%、 トウモロコシの 86% がすでに遺伝子組み換えに占められているんです。さてこれほどまでに私たちの生活に入り込んできている遺伝子組み換え作物や遺伝子組み換え食品なんですが、実は健康への懸念の声も多く上がっているんです。遺伝子組み換え食品については、腫瘍やアレルギーなどの健康被害がもたらされるということが指摘されていて、すでに様々な調査報告が出ております。例えばフランスのカーン大学は、遺伝子組み換えトウモロコシを食べさせたラットの実験で、対象群に対し死亡率が2から3倍に、腫瘍の大きさが2から3倍になったという結果を報告しているんです。それだけではなくて、動物実験や家畜への影響調査でも遺伝子組み換え作物によって生殖障害が発生することが判明しております。また米国環境医学会が、遺伝子組み換え食品を排除した食事指導を患者に行うようにと医師への呼びかけをしておりますし、生物学者である M. バーガバ博士も、アメリカ国民の悲惨な健康状態の主要因は遺伝子組み換え食品だと主張しているんです。現代社会でも近年不妊症が急増しているというのは周知の通りです。第18回世界不妊学会では、男性不妊の発生率が世界的に急上昇しているという研究報告が行われました。日本でも1990年以降、精子数に強い減少傾向が示されているようです。さらに厚生労働省によると、2004年から少子化対策として始まっている特定不妊治療費助成事業の2011年の支給件数は約11万2000件で、過去最多を更新したとのことでございます。またこの他にもね、遺伝子組み換えを避けるべき確実な理由があるんです。遺伝子組み換え作物はほぼ例外なく
ラウンドアップを吹きつけられているんです。このラウンドアップとは有機リン酸化合物として知られる除草剤の一つでございます。米環境保護局は有機リン酸化合物を蜂、野生生物、人間にとって激しい毒性があると認定しているんです。たとえ少量にさらされるだけであっても胎児や子どもの神経行動学的な発達への悪影響と結びつけられてきました。例えば赤ちゃんが子宮内で低濃度のこれらの除草剤にさらされた時 IQ が低下し学習と記憶の領域に一生の問題を抱えることになります。有機リン酸化合物は神経伝達物質のアセチルコリンを分解する酵素を不可逆的に不活性化します。アセチルコリンは私たちに必要な物質ですが、問題は有機リン酸化合物がこの神経伝達物質の適切な量を維持する人体の能力を破壊してしまうということでございます。体が余分なアセチルコリンを除去できなければ筋肉が緊張しシナプスに負担をかけすぎてしまいます。有機リン酸化合物はさらにミトコンドリアにねひどい損害を与えるんです。ミトコンドリアというのは私たちが生きるのに必要なエネルギーを作り出してくれている大切なものでございます。私たちはミトコンドリアなしでは生きていけず、ミトコンドリアが作り出すエネルギーがなければ私たちはあっという間に死んでしまいます。それほどまでに大切なミトコンドリアにこの有機リン酸化合物はひどい損傷を与えてしまうわけでございます。ミトコンドリア膜を引き裂き ATP 生成を低下させ細胞の抗酸化防御システムを乱し細胞死を助長するんです。まあまあ難しいことを言いましたが、要するにミトコンドリア様に悪影響を与えてしまうということでございます。ではではどうすればね遺伝子組み換え作物を避けることができるのでしょうか。一番の方法は食料品店でオーガニック産品を買うか地元の農家と知り合って直売してもらうことでございます。インターネットで遺伝子組み換えではない果物や野菜を調べることもできるでしょう。非遺伝子組み換えのものを探すには少し余計に手間とお金がかかるかもしれません。しかし遺伝子組み換え食品を取るたびに少量の有機リン酸化合物にさらされているんだということをね強く心に留めておいてほしいんです。また遺伝子組み換え食品は食べる抗生物質とも言われているんですね。実は抗生物質というのは腸に非常に悪く数多くの腸内細菌を殺してしまうことに加えてカンジダというねカビを腸に発生させてしまう原因だと言われております。そして基本的に遺伝子組み換え食品は抗生物質であると思っていただきたいんです。遺伝子組み換え食品は抗生物質である。そして抗生物質が腸のカビを増やす。だから遺伝子組み換え食品は腸のカビを増やすということでございます。腸内環境が大事である。腸内環境が大事であるというのは私たちはもう耳にタコができるぐらい聞かされておりますよね。その腸内環境をカビを発生させて悪化させてしまうのがこの抗生物質なんです。遺伝子組み換え食品を取ることはカビに関してはその抗生物質を食べるのと同じでございます。その理由をねちょっと説明してみましょうか。遺伝子組み換え食品は害虫や農薬に強くしたものなんですが、中でも特にグリフォセートという農薬への耐性を持つように作られております。グリフォセートは除草剤として販売されている農薬でございます。わざわざねこの農薬に強く特化した作物ですから当然遺伝子組み換え食品にはかなりの量の農薬が使われることになりますよね。遺伝子組み換え食品を取ればその残留分を摂取してしまうことになるんです。グリフォセートはEPSB 酵素という植物の成長に必要な酵素ができるのを阻害してしまうんですね。この酵素は腸内細菌の成長にも必要なものですから、遺伝子組み換え食品を取ると腸内細菌がね成長できなくなっちゃうんですよ。またエネルギーを産生するときに重要なピルビン酸という物質を作る酵素も阻害してしまいます。これは腸内細菌がエネルギーを産生する際にも必要な酵素ですから、体はエネルギー不足に陥ってしまいます。
さらにね、グリフォセートはパラオキソナーゼ1と呼ばれるね、解毒に必要な酵素ができるのも阻害してしまうんです。農薬に対して解毒が必要な状態でパラオキソナーゼ1が作られないわけですから、ますますね、解毒できなくなってしまうというわけでございます。これらの結果として遺伝子組み換え食品を取ると腸内細菌を大幅に減らし、結果的にカビの増殖を促してしまうんです。なお、グリフォセートを取ると腸の微絨毛が障害され、酵素の障害とも相まって消化能力が低下するということも分かっています。そのため免疫の異常とかアレルギー反応も起こりやすくなってしまいます。腸のカビを増やさないためだけではなくて、健康を守るためにも遺伝子組み換え食品は取ってはいけないものでございます。日本でもすでに176もね、遺伝子組み換え作物は承認されております。日本では遺伝子組み換え食品を作ってはいけないという思い込みや表示に関する法律的な不備もあって、ほとんどの人は知らず知らずのうちに遺伝子組み換え食品を取ってしまっております。また自宅では極力避けているとしても、外食とかテイクアウト食品で口にしたり、家畜の餌に使われているために食肉を通して口に入ってきたりします。完全に避けるのは難しいんですが、できる対策を実践して極力避けるように意識を高く持つことが必要でございます。また遺伝子組み換え食品ではなくても、ジャガイモや小麦のように収穫の際に草の部分を枯らして実を取るものはグリフォセートを使うことがありますので要注意でございます。遺伝子組み換え食品を取ると腸内細菌が成長できなくなり、カビの増殖を促してしまう。そして日本でもすでに遺伝子組み換え作物は承認されているんだということを、ここで覚えておいていただきたいと思います。それでは一言の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、遺伝子組み換えとは、作物などに対し他の生物の細胞から抽出した遺伝子を組み換えて新たな性質を持たせる手法を言う。世界の遺伝子組み換え作物は15年で10倍に激増している。ポイント2、遺伝子組み換え食品については腫瘍やアレルギーなどの健康被害がもたらされることが指摘されている。それだけではなくて、遺伝子組み換え作物によって生殖障害が発生すると言われている。遺伝子組み換え作物は危険な有機リン酸化合物として知られる除草剤を吹きつけられている。この有機リン酸化合物がさまざまな悪影響を私たちにもたらす。ポイント3、遺伝子組み換え食品は食べる抗生物質である。抗生物質は腸にカビを発生させる。つまり遺伝子組み換え食品は腸にカビを発生させる。それでは次2限で偽装される食品表示ということについてね、解説していきたいと思うんです。さて1限では遺伝子組み換え食品の恐ろしさについて一緒に見てきました。皆さんの中には遺伝子組み換え食品を避けようというね、意識が芽生え始めていると思います。またはすでに遺伝子組み換え食品が悪いということを知っていて、私はちゃんと成分表示を見て遺伝子組み換え作物などが使われているものは買わないようにしていますという人もいるかもしれません。しかし遺伝子組み換えの表示がない食品なら安心とは思わないでほしいんです。日本では現在トウモロコシ、大豆、ジャガイモ、菜種、綿実、アルファルファ、天才、パパイヤの8品と、これら加工品33品については遺伝子組み換え食品の表示義務の対象となっております。これらについては遺伝子組み換えではないと表示されていたらひとまず安心でございます。遺伝子組み換えでないと表示されていても重量で 5% 未満の遺伝子組み換え作物の混入が許されていますので、まあ完全とはね言えないんですが、遺伝子組み換えと表示されているものよりはるかに安全なのは言うまでもありません。一方それ以外の食品は実は遺伝子組み換えに関する表示をしてはいけないということになっているんです。つまりですね、表示がないから安心なんて言えやしないんです。遺伝子組み換え食品はすでに様々なところに使われ始めております。いちいち挙げていくとキリがありませんが、その一例を示せば、アメリカのトウモロコシの大部分、菜種、大豆の大部分、天才、麺、稲の一部、ジャガイモの一部、実験用マウス、ラット、ウサギなどなど、さらに牛、豚、鶏などの家畜も間接的に
遺伝子組み換え食品と言えるんです。家畜の飼料はほぼ輸入に頼っており、その半分以上が遺伝子組み換えでございます。それらは食用の肉としてスーパーなどで常に販売されております。またその他にもお菓子、醤油、味噌、納豆、油、豆腐、うどんやラーメン、清涼飲料水、その他あげるとこれもキリがありません。しかも恐ろしいことに食品表示が偽装されるというのはよくあることなんです。これは厳密に言うと巧妙にシステムの欠陥をついているものですから、一般的には偽装として問題にされることはありません。しかしやっていることは偽装に他なりません。さらに言えばそのシステム自体があえて欠陥だらけに作られているということも問題にしなければ本質的解決には至れないでしょう。例えば遺伝子組み換え食品が使われていても、何かしらの製剤の前段階として使っていれば遺伝子組み換え食品使用と表示しなくてもよかったりするんです。これはちょっとずるいですよね。また原材料の重量に占める遺伝子組み換え原料の割合が上位3位以内で、かつ 5% 以上でない加工食品などは表示が省略できるとされています。つまりですよ、4番目に多い材料が遺伝子組み換えであるケースは表示しなくて良くなるというわけなんです。このような抜け道はね、本当にこれ以外にもたくさんありますので、最も重要なのは商品表示自体が信用できないものであると知っておくことでございます。そうやってちゃんと知識をつけて自分自身を守っていかないと、知らず知らずのうちに遺伝子組み換え食品を食べさせられているということになってしまいます。それでは2限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、商品表示にはいろいろな抜け道があるので信用してはならない。ポイント2、遺伝子組み換え食品はアメリカのトウモロコシの大部分、菜種、大豆の大部分、天才、麺、稲の一部、ジャガイモの一部などとすでに様々なところで使われ始めている。牛、豚、鶏などの家畜も間接的に遺伝子組み換え食品と言える。なぜなら家畜の飼料はほぼ輸入に頼っており、その半分以上が遺伝子組み換えだからである。それらは食用の肉としてスーパーなどで常に販売されている。それではラスト3限で遺伝子組み換え食品を避ける方法について解説していきたいと思います。さて最後にね、これまで散々恐怖を解説してきたので、ここからは最後に遺伝子組み換え食品をいかに避ければ良いのかということについてのポイントをまとめておきましょうか。まずざーっとね述べてしまいます。まず1つ目、トウモロコシが入っている食品は要注意。海外産のトウモロコシは全て遺伝子組み換え食品だと思って対応する。2つ目、納豆も国産を謳いながら遺伝子組み換え食品を使っている場合があるので要注意。3つ目、サラダ油などは安くて大量生産されてそうな油は全てダメ。4つ目、異性化糖と書いてあるものは全て避ける。5つ目、外国産の小麦を使っているものは避ける。大手企業が国産と書いてあるのも NG。 中小の信頼できる業者は別。6つ目、醤油は表示義務がないので信用できる生産者を探す必要がある。7つ目、味噌も同様で信用できる生産者を探す。8つ目、加工食品であればあるほど遺伝子組み換えのような安い食品が入り込みやすい。9個目、洗剤、化粧品、シャンプー、入浴剤などにも注意する。10個目、乳幼児用の粉ミルクに注意する。11個目、間接的な遺伝子組み換え食品がある。遺伝子組み換え飼料で育った食肉などに注意しよう。さてね、ざっと列挙しましたが、これらの点が遺伝子組み換え食品を避ける上でのポイントでございますよ。そしてさらに大事なのは、表示義務の対象外の食品については産地が分かっていて、オーガニックや無農薬などの表示があるものをチョイスするということになります。外食やテイクアウトなどをできるだけ利用しないということも遺伝子組み換え食品を取らないためには必要になります。安い外食や安いテイクアウトは安い遺伝子組み換え食品を使用している確率が高いということは少し考えればわかることだからでございます。それでは本日のハイライトに参りましょうか。1限で遺伝子組み換え食品の恐怖について、2限で偽造される食品表示について、3限で遺伝子組み換え食品を避ける方法について解説してきました。さていかがでしたでしょうか皆様。本日はね、
かなり踏み込んだ内容まで解説してきました。やはりね、私が気になってしまったのは、遺伝子組み換え食品の表示義務には抜け道があるから、スーパーなどで買うときに単に成分表示などを見ているだけでは、知らず知らずのうちに遺伝子組み換え食品を摂取してしまう恐れがあるということでございます。もちろんね、しっかりと成分表示を見て買うだけでもだいぶ遺伝子組み換え食品の摂取してしまう確率を減らせるとは思うんですが、完璧ではないんですね。今ではネットのおかげで信頼できる生産者を探すことも容易になりました。そして自宅まで安全な野菜などを宅配してくれるサービスも整っておりますので、それらのものを活用するのも良い選択肢だと思います。今回の動画を見ることで皆様が遺伝子組み換え食品に敏感になり、今までよりも摂取量を減らすことにつながれば、私はとても嬉しく思います。本日は以上です。ではまた次の動画で皆さんと一緒に学習できることを楽しみにしてます。また次の動画で会いましょう。本日はご清聴ありがとうございました。